人が怒るんで、はい、ちょっと一言いいですかね。はい、先日ですね、うちのガヤがすいません、アンケート用紙が来まして、バイト先での恐怖体験などありましたら教えてください。ありますね、アンケート。目の前で人殺しを見たことがありますとか言って送ったら、返信がなかったです。お、それいいですねってならないの。本当のこと言ってるんですよね。はい、昔のね、西成での。はい、そうなんですよ。シャンス大島さんです。なんでカバンをこうかけてるんですかね。ちょっとね、大事なものが入ってるんですかね。あ、ちょっと2週間前にエスパー伊藤さんと道の中ですれ違った時にですね。もう違ったんですか。もう違った。すでに面白い。前からこう、こんなスタンプ。あ、声かけてもだから、アイスパーだっつったら、おぉーって言ったら、殺すぞって言われて。恐怖症がついてまして、クマ取られかけたんですよ、殺すって言われたら。いやー、まあ、それお前守るために今日はね、